おいどうも誰です。さて今回はですね、どうなってるんですか LDH さん。あなたたちは一体年末何やるんですか本当に。ねえ1ヶ月前なんですよ。もう何か出してくんないとこっちはもうね間に合わないですよ。もう本当にねえ遅いって1ヶ月前ですよ。ねえもうこんなんで一本取らせないでくださいよトークを。本当にもうね気になって気になって夜は眠れるんですよ本当に。あのねマジでね、あのね遅い本当に。もうねこれはね勘弁してほしい。あのね前からずっと言ってるよね、遅いって本当に。あのね俺らねやっぱね、あのそう簡単に日程ってねやっぱどうこうできないんですよ。そう、うん、わかります。やっぱね、まあ、年末だからもう何かあるのは分かってるんだったら開けとけよって言われるかもしんないけど、いやそれとこれとまた別問題じゃん、わかる。何かあるんだったら、そう LDH さんが何かやるんだったらそれ用に予定を組んでいくんだけど、やらないんだったらやらないんだったらこれも考えるわけなんですよ。もうそれはねやっぱね考えるべきですよ LDH さん本当に。あのねお願いしますから、もうねもうビッグイベントになればなるほど早めに明らかにしないと、やっぱね行きたくても行けない人が続出するわけなんですよ僕含めね。なので早めに本当にもうね本当にお願いします。至急です年末のご予定を発表してください。本当にマジで、いやもう何やるん本当に。ねえあなた方は本当に何をやるんですか。僕は気になってしょうがないですよ本当に。何やるのマジで本当にだ、そうだよね。だってさ、もう本当にだってさ、来年の予定とかがちらほら出始めてるわけなんですよもうね。ってなってきた時に、いや年末の出てないってやばいでしょ。だってもう紅白とかも出演者発表してるわけですから、いや LDH さん開示してください早くってわけじゃないですか。いや逆にもうここまで来ると何もやらないってことある。やらないってことあんのね。やらないってことある。毎年やってきてさ、まあね直近近年はやってきてるわけじゃないですか。何かしらねカウントダウンライブから、あのパーフェクトイヤーのねカウントダウンライブから始まり、もう例年やってきてるわけじゃないですか。配信になったりリアルになったり、まあ、あのジュニアエグのライブエキスポだったりいろいろあるわけじゃないですかね。毎年直近はやってきてるわけで、今年やらないわけないよね。だってねやらないわけないじゃん。だって2024年あなた方は力を入れる年になるんでしょね。よりまあグローバル的なところも視野に入れて、そしてまあ日本もと、まあいろいろあるわけでしょ。新体制になって2024年狙っていくわけでしょ LDH さんはね。ってなった時にその幕開けを彩らないでどうするのよ。まあカウコンとは言わず、まあね今年を締めくくる何かしらのライブが12月31日ないし30日とかあるんでしょ。あるんだったら発表せよ早く。本当にもう1ヶ月前なんですよ。まあちょっと早いけど、でももう発表してなきゃおかしい頃合いじゃないんですか。わかんないけど、まあでも去年もこんくらいだったのかな、わかんないけど。いやでもね遅いな相変わらず。ほんともうそこ直んないよな。ね俺はずっと言ってんじゃん遅えって。本当にもうそこよ本当に。直さなきゃいけないのそこ。遅い本当にマジで。俺もうずっと思ってるっていうかずっと言ってるね。まだ決まってないなんてありえないわけじゃないですか。そう決まってないんだったらまだわかるけど、決まってないわけないでしょあなた方ね。準備してるんでしょ、リハーサルとかなんだかんだいろいろやってるわけでしょ。もう日程なんてスケジュールだって抑えてるわけなんですから、だったら発表しなさいよ。タイミング伺ってるのかもしれないけれども、もうタイミング過ぎてるんですよ。もう本当にお願いだから、お願いだから、もうお願いだから本当にねえ早めにスケジュールは明らかにしてください本当にお願いしますよ。でもどうなんだろうね本当に。何やるんだろう、リアルかな。でもさなんかさどうなんだろう。まあね今年はさアイコン Z、まあ、第二将組だったりとか、まあもうねリルリーグもそうですけれども、メジャーデビューして4グループ新しくねエグザイルトライブ加入してるわけで、まあその子たちのことを考えると、まあ、リアルイベントでカウコンっていうのはまあちょっと濃厚ではないよなっていうか、ちょっと望み薄いなっていうのは感じるよね。やっぱファン層も若く洗ってるので、その子たちの世代は。なのでカウントダウンはできないっていうねのはあるのかなって僕はちょっと思ってて、ってなってきたらカウントダウンではないけど年末オーライブって感じになるのかな。でもどうなんだろう、
うん、リアルでやるのか、まあ、はたまた、まあ、なんかこう、12月がさ、すごい、アベマとコラボしてる、アベマ LDH の月間になってるから、まあ、どうなんでしょうね。まあ、リアルはあって、配信もある、みたいな感じなのか、はたまたもう配信に絞るのか、まあ、でも、リアルやらない、もうこのご時世でリアルやらないっていうのもなかなかないと思うんで、まあ、リアルプラス配信みたいな感じの年末のライブ。だから去年のね、ライブエキスポみたいな感じになるのかなーなんて思ったりもするんですが、まあ、どうなんだろうね。わからないよね。そこら辺がどうなっていくのかっていうのがね。まあ、ドーム規模のライブなのか、はたまた、まあ、アリーナクラスなのか、どうなんでしょうね。まあでもドーム規模もありえるのよ。やっぱりあの三代目さんのねツアーのセットがあるわけなので、まあそれもね使えるのも、でも去年も言うてパワーブッシュやってたからそのねセット使えるんだけれども、まあドームはやらなかった、まあ、有明アリーナでジュニエグのライブエキスポっていう形だったから本当わかんないよね。でも今年はね本当に三代目さんも活動してるんでね、そこら辺も交えたいよなっていうのは僕の個人的な見解としてあるんですけど、どうなるんだろうね。だってね、ジュニエグだけって言ったらね、ネオエグ世代のねファンがね、え、なんでってなるじゃん。でネオエグだけなんて、まあまあまあまだ無理かなと僕は思うので、まあジュニエグネオエグバーサスとかあるかな、わかんないけど、さすがにそれはないか、それはちょっと妄想しすぎか、なんかバーサスライブみたいな感じのも面白いかなと思ったんですけど、まあでもどうなんだろうな、わかんないな。まあ LDH 全体っていうのもね、まあ来年が LDH 力を入れるべき年ですから、 LDH 全体っていうのもあり得るのかなって思ったりとか、まあわかんないな。まあだからね、なんか最近はなんかこう三代目 EXILE 三代目 EXILE って交互に活動してるイメージがあったから、僕の中で、まあ、来年 EXILE なのかなとか思ったりもしたんだけれども、まだねどうやら敦くんがねっていうのがあるんで、まあ来年は EXILE じゃなくてまたねそれぞれのね個々のグループがっていう形のね1年になるのかなとも思ってるので、まああとは海外にねグローバルに広げていくっていう年になるのかなとも思ったりもするんでね、2024年は。まあだからそういったね、なんかこう、まあ2024年に向けての一発がねあるとは思うんだけれども、いかんせんまだ何もかにも発表がないというところなんで、いくら想像をね膨らませようともね、あるかないかわかんないんでね、もう本当に本当に頼むからマジで早く解禁をお願いいたします。はい、というわけで今回はですね、もういくらなんでも遅すぎるよというですね、話でした。はい、というわけで今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。ではまた次の動画で、バイバイ。